科学では証明できない精霊とかっていうのが魂的な感じで悪魔の身に宿ってる、船に宿ってるっていうので共通して考えていくとちょっと答えが出そうな感じはするんですけどね。空島編のラストシーンでエネルを倒した後の宴と、あとアッパーヤードに攻め込む前の前夜祭的なところでの宴と、二つの宴でドンドットットっていう同じ効果音でドラムの音が描かれていると。で、その前半に作戦をまあいろいろ立てて、で、その後に、その次の週か、その宴の後に直後に描かれるのが、クラバウターマンなんですよ。ウソップがその宴終わりに目覚めておしっこ行くみたいなやつだよね、確かね。ウソップがでおしっこ行こうとしたらメリー号のところでコン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 こう船を修理するみたいな声が聞こえてて、それが船に宿った精霊クラバウターマンで、ニコってで、これがニカだったらね、ちょっとねかなりの確信を持ってお話できるんですけど、この時の交換はニコなんですよね。ウソップが見つけたクラバウターマンがウソップに気づいてニコってで微笑みかけてウソップが気絶するみたいななんか流れだよね。ニコなんだよね、ニカじゃなくてね。ドンドットットっていうドラムがあって、その直後に描かれるのがクラバウターマンって考えると、やっぱりこの科学では証明できない精霊とかっていうのが魂的な感じで悪魔の身に宿ってる、船に宿ってるっていうので共通して考えていくとちょっと答えが出そうな感じはするんですけどね。エニエスロビー編の大クライマックスとして涙腺崩壊の感動シーンとして描かれたのがメリー号との別れでしたよね。ワンピースの名場面ランキングでも常々トップ3には入ってくるこのシーンに涙した方も多いのではないでしょうか。ただ水を差したいわけじゃないんですけど、あの名場面が生まれた裏にはこれまで誰一人としてちゃんとした説明ができていない謎が残っています。それが二度と走れない船と認定されたメリー号がなぜどうやってエニエスロビーまで来ることができたのか、そんな疑問です。一応作中の描写としましては、クラバウターマンの存在、超一流船大工アイスバーグの応急処置と、無人のメリー号がエニエスロビーに来られた根拠となるような設定が描かれているわけですが、それにしても奇跡という言葉を使わざるを得ない謎として、多くの考察者たちがすでに考えることすらしなくなっているのが現状です。あれは麦わらの一味とメリー号の絆が生んだ奇跡だったと。しかしこれまでのワンピースの傾向を考えると、一見奇跡にしか見えない現象には必ず説明できる根拠があるはずなんです。ということで今日はメリー号が助けに来れた本当の理由を探っていきます。いつも通りまずは結論から発表しちゃいますね。アイスバーグに応急処置されたとはいえ、ボロボロの状態の無人のメリー号がなぜピンポイントでエニエスロビーにたどり着けたのか、それはクジラっすクジラが誘導してくれました。いや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 、急にクジラ？マジ大丈夫なのこの動画。ちゃんと根拠揃えてんだろうな。はい、そんな皆さんの無言の圧力を肌で感じておりますが、私もち今回の考察も自信ありです。皆さんを納得させられる根拠を揃えてきましたので、ぜひとも最後までご覧ください。まずは結論としてお伝えしたクジラというキーワード。実はワンピースという物語において非常に重要な意味を持つことはご存知の方も多いのではないでしょうか。再会の象徴として描かれている双子岬のラブーン、最強を支えた船、白ひげ海賊団のモビーディック号、そして多くの伏線が回収された造編にて、具体的な説明こそないものの非常に印象的に描かれていたクジラの森のクジラの木などなど、様々な形でいわゆる匂わせと思われる描写が残されております。さらに極めつけとも言えるシーンがこちら。二人の王がまた出会う日をクジラたちも喜んでいる。こちら物語の根幹となる超重要描写の宝庫となった光月おでんの過去編にて、ロジャー海賊団が魚人島付近を航海中、海王類が会話している場面ですよね。このセリフからわかるのは、ワンピースの世界のクジラたちは人間と同水準の意識を持っている。そして二人の王を認識している。さらには世界をひっくり返す側の組織、要するにジョイボーイやロジャー、ルフィたちにとって味方である。このあたりまでは確定と言っても過言ではないでしょう。そしてここで気になるのが、やはりワンピース最終章にも密接に関わってくるであろう二人の王とは一体誰なんだという点に関してです。一人は魚人島終わりの海王類のセリフから白星と見て間違いないでしょう。ではもう一人は、これ考察会では桃之助なんじゃねという意見が多かったりするんですが、実はおでんやロジャーが魚人島を航海しているこのシーンの前に、
桃之助も日和もすでに生まれているんですよね。ということは遠い海でも生まれるねというこの時の海王類のセリフに矛盾が生じることになってしまいます。要するにもう一人の王は26年前のこの時点では生まれていない人間、つまり26歳以下という絶対条件が浮かび上がるわけです。単純に考えれば物語の主人公であるルフィなんでしょうけど、私もっちは以前アップしたこちらの動画でも触れました通り、もう一人の王は涙と考えています。細かい根拠に関してはここでは割愛しますが、この動画の中で最大の根拠として挙げさせていただいたのが魚人島編のラスト、非常に意味深に描かれたこちら。ナミチン様、初めてお会いいたしますのになんだかほっといたしますね。はい、一人目の王であることが確定している白星と麦わらの一味航海士のナミには深いつながりがあることはこのセリフで確定しました。もちろんこれだけでは二人目の王が涙と断言することはできませんが、この直後の展開でそれは確信に変わります。魚人島を後にした麦わらの一味は次の島へと向かう道中、海底にてアイランドクジラの群れに遭遇するんですよね。この際のクジラたちの表情、そして行動を考えると、26年前の海洋類たちの予言通り、2人の王が無事に出会うことができたと捉えられるわけです。ナミたちがあの場面でクジラの群れに遭遇したのは偶然ではなく必然であると、つまり二人の王の再会を長い間待ち望み見守っていたクジラたちは、白星とナミ、二人の王が再会できたことを喜び、無事に次の島へとたどり着けるように見送ってくれたというわけです。コミックス66巻をお持ちの方は第654話の一連の流れをぜひ見返してみてください。クジラたちが明らかに麦わらの一味を認識し、その巨体を生かして海流を生み出し、次の島へと導いてくれているように感じるはずです。さらにこの654話にて再会の象徴ともいえるラブーンというワードが出てきたのはダメ押しの根拠になりそうですよね。二人の王の再会を待ち望んでいたクジラたち、海王類を従える一人目の王であることが判明した白星、初めて会うのにホッとするという白星とナミの深い関係性、その直後に危機として麦わらの一味を導くアイランドクジラの群れ、そして再会の象徴であるラブーンというキーワード、よほどのどんでん返しがない限り二人目の王はナミと見て間違いないはずです。そしてそんなアイランドクジラの群れに誘われるかのように到着したのが、通常の航海ではたどり着くことすら困難であるという秘密の島、パンクハザードです。さあ、2人目の王であるナミはこの島で誰に出会ったでしょうか。世界を夜明けに導く男、光月桃之助なんです。どうでしょうか、奇跡という言葉でしか説明のつかなかったこれらの運命的な出会いは、クジラという存在によって必然であることが証明できてしまうんです。これら全てを踏まえて、いよいよ今回の考察の本題、メリー号がエニエスロビーに来れた理由に踏み込んでいきましょう。二度と走れない船と認定されたメリー号が奇跡の復活を果たし、絶体絶命のピンチを救ってくれたこのシーン、この感動的な名場面を一旦飲み込んで客観的に起きた事実だけをまとめますと、アクアラグナという壊滅的な大しけの日に、半壊状態の小さな船が、一人の乗組員もいない状態で、海列車ロケットマンとさほど大きな時差もなくエニエスロビーに到着したと。はい、奇跡ですよね。ここで大きなポイントになるのは、この時点でメリー号にはクラバウターマンが宿っており、自らの意思を正確にアイスバーグに伝えている点です。走りたい、もう一度だけ走りたいんだ。まるで麦わらの一味が無事にこの場所に戻ってくるためには自分の力が必要なんだと言わんばかりのこのセリフは、アイスバーグの心を動かします。ただ船に意思があること、応急処置をされたこと、この2点だけではメリー号のあの奇跡を説明することはできないはず。お気づきの方も多いでしょうが、この謎を全てすっきり解決してくれるのがクジラというわけなんです。つまり2人目の王が波であることを認識しているクジラたちは、もう一度走り始めたメリー号に力を貸したんじゃなかろうかと。654話の波の発言からも分かる通り、大きなクジラの群れは大きな海流を生み出します。海底の災害ホワイトストロームに巻き込まれたサニー号を救えるほどの海流ですから、当然アクアラグナを無効化できる規模のはずです。こう考えればアクアラグナを超えられた理由、乗組員なしで目的地にたどり着けた理由、ロケットマンと変わらない速度で海を進めた理由、これら全てに説明がつくわけです。この時点で私もっち確信に近い感覚はありますが、最後にさらなるとどめの根拠を提示させていただきます。
第358話の扉絵をご覧ください。はい、ドン。いかがでしょうか。海王類、イルカ、そしてクジラがなんとメリー号を導いているかのように並走しているんですよね。さらにこの358話のタイトルは復活です。